森岡三策踊り。森岡三策踊りは、岩手県森岡市にて毎年8月1日から4日にかけて行われる祭りである。8月上旬、東北各地で行われる夏祭りで最も早く開催される祭りの一つで、かつては3日間開催だったが、近年は参加団体数が増え続けているため4日間の開催となった。東北6県の主要な祭りの中では、 歴史が浅いため、岩手県は東北三大祭りに対し、東北五大祭りの名称を掲げ、その一つとして PR を図っている。半世時代から森岡市近郊各地で行われていた伝統的な様々な三差踊りを統合、観光イベント化して1978年から開催を継続しているのが現在の森岡三差踊りである。以前は、 森岡川祭りという祭りが1971年から1977年まで行っていた。その一つとして三佐踊りパレードを魚町を中心で行っていたが、1978年森岡市役所前の中央通りを利用した観光商業的な今の形になった。有創作で知られる東北の祭りの中においては歴史が浅いため開始当初は比較的に 知名度が低かったが、開催者や地元マスコミなどが PR に努め、現在では知名度が向上、東北豪夏祭りの名称が定着しつつある。2007年の NHK 町の連続テレビ小説、ドンドバレでは地元の協力で森岡山佐踊りが再現され、劇中エピソードの舞台として描かれた。2007年6月には世界一の和太鼓の数の祭りとして、 ギネス世界記録に登録された。4日間開催になっている。ここ数年は4日目に参加団体のほとんどが一斉に繰り出す大輪踊りが行われる。そして全体の自由参加輪踊りにてフィナーレを迎える。開催前日の7月31日には森岡駅前の広場で盛大な前夜祭りも行われている。 森岡市中心部のメインストリート中央通りをパレード会場として開放し、サッコラチョイはヤッせという独特の掛け声とともに踊り手が優雅に舞い、太鼓が打ち鳴らされる。踊り手らはパレード形式で中央通り一帯を森岡市役所前から踊りながら進む。パレードの途中には仮想集団、歌舎が登場し祭りを盛り上げる。また、歌舎は 和踊りの際のやぐらとしても使われている。三冊踊りは企業、学校、有志などでチームを組み、団体参加するのが基本であり、開催日に近づくにつれて市内各所で踊りの稽古が行われ、太鼓の音も各所で鳴り響く。他に地元テレビ局のアナウンサーなどが団体参加している。各団体は、おおむね太鼓、笛。 踊りの3パートから構成されている。太鼓のパートであっても、個人の身につけて踊り進むことから、パレード参加人数に比例して、必然的に太鼓の絶対数が増えるため、日本一の太鼓パレードとの呼び声も高い。その数は1万個を優に超えており、年々の参加者数が増えるにつれ、太鼓の数も増え続けている。パレード終了後に行われる和踊りは、 個人も飛び入り参加できる。夕方から始まるパレードの前に、森岡市近郊各地に伝わっているその土地特有の伝統三策踊りの共演会も行われており、各地の踊りを楽しむことができる。また、パレードに参加している伝統三策踊りの団体もある。有名な東北各地の夏祭りよりも先陣を切りたい意味で、8月1日スタートとなっている。 かつては8月2日から4日の3日間開催であった。原則8月1日から3日までの3日間開催予定であったが、以下の記述のように確定しているものではない。特に、ギネス認定を受けてからは4日目には必ず、大輪踊りを行うことと、参加団体数の増加で3日では、確実に予定を消化できない計算になっているため、4日間開催に移行しているとも考えられる。 1996年のプレ20周年、1997年の20周年、記念、2006年の同年1月の玉山村との合併記念、2007年の30周年記念では、8月1日から4日までの4日間開催された。なお、2007年の公表を受けて4日間開催が定着しつつあり、2008年度以降も連続で4日間開催されている。 2015年度は過去最高の258団体、延べ人数約3万5000人が参加しており、団体数と大台湖パレード、大輪踊りを見ても4日間開催でないと消化できない日程となっている。2002年からは7月31日は前夜、祭りとして昼から20時頃まで森岡駅前滝の広場で催しを行っている。例年、 子供会や学生らの発表が行われる。また、元ミス三策踊りによる三策踊りの講習会も行われている。この前夜祭りは森岡商工会議所青年部祭事委員会による主催イベントで森岡三策踊り実行委員会とは異なる。森岡商工会議所の青年部祭事委員会が青年部設立の翌年から実施している。毎年7月31日に 森岡駅前滝の広場で開催。子供会や学生らが三策踊りを披露している。いくつかの商業団体で構成する、よさこい三策実行委員会が主催。会場は森岡大通商店街。第10回よさこい三策は2007年5月27日に開催した。三策踊りの開催中の安全と成功を祈願するために放納演舞を行う。 毎年本番一週間ほど前に開催。森岡三策踊り開催期間に行われる。県内の伝統芸能団体と市内各地区の三策踊り団体が昔から踊り継がれてきた伝統的な演技を披露する。ミス三策、三策太鼓連も出演。2007年は森岡市民文化ホール、森岡駅西口、森岡駅前滝の広場、森岡駅東口。 マリオス2階人工事版、森岡駅西口にて開催された。2007年度は森岡三佐踊り開催30周年や NHK 町の連続テレビ小説のロケ地となったことが重なり、いくつかの関連イベントや特別な催しが実施された。通常、三佐踊りは中央通りをパレード形式で行っているが、岩手公園を会場に、 各団体の演技発表が行われるイベントも行われた。すべて有料の閲覧席が準備された。1日から4日15時から21時まで行われた。森岡三佐踊り30周年を記念し、2007年6月10日、森岡競馬場オーロパークにて記録会を行った。ギネス世界記録のラージストジャパニーズドラムアンサンブルの挑戦にいて、 記録申請人数は2571名。2007年6月10日午後7時15分に世界記録を達成し、ギネスワールドレコーズ社から正式に認定された。この記録は2011年の熊本市が開催したイベントでの2778人の記録に抜かれたが、森岡さんさ踊りが2014年6月29日に、 岩手県営運動公園陸上競技場で3437人の記録を打ち立て、再度ギネスワールドレコーズ社から、ラージストジャパニーズドランプアンサンブルに認定された。これまでのギネスへの登録は、オン・オーガスト9、1998、アット・イリエ・スタジアム、ムロランシティ、北海道、ジャパン、1、850ミューズシャンズ・ギャザード2プレイヤーマビコン、1、 845ジャパニーズドラムズフォー2 5ミナッツ、そして2004年8月7日に台南ミューニセプルスタジアムにて開催された台湾国際鼓学説で作られた1951個である。2007年8月1日、NHK 庁の連続テレビ小説、ドンドバレに出演中の俳優、ヒカ・奈美内田・アサヒ、宮本・信子、鈴木正幸。 東ズマ久、キヒサ、ひながたあきこ、鈴木壮太郎、小室雄太が、老舗旅館、鏡屋のメンバーとして参加し、最終回放送シーンの撮影が行われた。他に、長戸博之と秋築城を加えた計11名の俳優陣で、ロケが行われた。翌8月2日には、岩手21、赤べこ野球軍団の選手と、 同級団で総監督を務めている俳優の宇賀寺、武史、最終日の8月4日には、大相撲夏巡業森岡場所のため道地を訪れていた岩手出身の土地の花のほか、後見生、豊か新章、稀勢の里といった人気力士がパレードに参加した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。